久しぶりですけどもこの形も、まあこの今回すごいですよ。私もこれ初めてちゃうかな。でもこの番組に来てくださるのは、どうなることやら。はい、あ、すいません、どうもどうも、入ってきていただいて失礼します。あ、これはこれは陽水さん、皆さん気持ち悪いですか？いや、気持ち悪いですか、ちゃうんです。お座りください。すみません、失礼しました。どっちかというと気持ち悪いかもしれないですけど、ね、そうですね。これはこれはですね、でも。私、さんまさんじゃなくて、タモさんとね。はいはい。結構仲良くて。そうですよね、なんかタモさんの、はい、テレフォンではよく見かけました、ツーショット。そうですね。どっちもサングラスやからやな。そうなんです。どっち見たらいいか分からなくなって。仲はいいんでしょ、タモさんとは。よく食事にね、行ったりするんですけども。何を食べはるんですか、陽水さんは。大体がフレンチ。フレンチですね。あ、和食ちゃうんですか。そう。でも福岡でいらっしゃいますもんね、でも陽水さんは。まあだから明太パスタ。あれがね、私はすごく好きで。明太パスタが。明太パスタが好きで。ああ、そうですか。はい。なんでまたこれ出てくれるんですか、こんなサンマ。サンマって私のイメージってどんな感じですか、だって。明るいですね。あなた明るいですよ、本当に。ごめんなさい、寝やかなんです。私、明るい。そう、私は部屋にね、だって5、6台こうテレビがありまして。あ、陽水さん家に？そう。で、各曲を同時にかけて私見てるんですけど。え、ザッピングしてあるんですか？いや、ザッピングではなくて5、6台。もう並べてずっと流しっぱなし？各曲。つけてましたね。何のために陽水さん。それは見逃せないように。見逃していいでしょ、別に。見逃したくね。音楽番組を映してるわけじゃないんですか。バラエティも見張るんですか。バラエティ見てますね。何がお好きですか、バラエティ。いやー、やっぱりさんまさんの出てる番組は最高に面白いです。あ、ほんまですか。あれでも初めてですもんね、僕の番組に出てくれるの。そうですね。だから今日はサラさんにね、サラさんにも行ってきましたんで、ちゃんと。ありがとうございます。すいません、なんか。お世話になってました。普通はお土産のがあるんですけども、今日なしで。ないですね。ごめんなさい。いや、いいんです、いいです。大丈夫です。なんかやった方がよろしいですかね。いや、せっかくだから、なんかこう、ね、手持ちがなかったら、なんか一曲ね、ワンフレーズでもいいんですよ、なんか。ああ、夏が過ぎてしまいましたけども。そうですよね。じゃあやっぱりこうさんまさんのイメージにね、やっぱ合う曲をちょっと一曲いいですか。いいですね、僕に合う曲。うわ、これ嬉しい。傘がないっていう曲。ああ、傘がない、傘がない、知ってますよ。傘がない、じゃあ行ってみましょうかね。はい、お願いします。都会では自殺する。やめなあれ。なんでそんな暗い歌を歌うんですか、あなた。傘がない。いや、傘がない。違う、傘がない。傘あります。傘、私あります。傘、傘ありました。あります。あ、いや、しかもさ、明るいですねってイメージ持たれてて、なんでその歌をチョイスするんですか、僕のために言うてやな。最初がダメなんですよね。最初がダメ。なんか佐山さんリクエストありました。いや、なんか売ってませんでしたっけ。なんかリンゴかなんか売ってませんでしたっけ、歌で。あ、歌、あ、売ってましたよ。ありますよね、なんか売ってらっしゃる歌。はいはい、リンゴの。あれ俺。ラルラルン。ラルラルンってやつですね。それ、お願いします。ラルラルラリ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 傘がないや。傘がない。違うね、もういい。あ、またいらっしゃいました。もう一人いらっしゃいました。来ました。あ、どうぞ、すいません。入ってきてもらっていいですか。もっと入ってらっしゃって。もうゆっくりやね、この方。あ、ようやく映りました。失礼いたします。どうぞどうぞ。失礼いたします。これは草間彌生さんですよ。人の家にこの、私は。
そう、お邪魔してよろしいんでしょうか。大丈夫、もう上がってらっしゃいますから。ピンポン鳴らしてるでしょ、あなたが。あ、ちょっと鳴らし忘れた気がしました。いやいや、もうなってらっしゃる、なってますから、大丈夫大丈夫。人のうちにこうやって私が来てよろしいんでしょうか。どうぞ、座ってください、もうここに。失礼いたします。どうぞ、座ってください。ありがとうございます。よしよし、俺の席や、ここは。隣、隣に座ってくださいよ、ほんま。いやいやいや、どんだけドットやねほんまに。いやでもお前もかい。違う、よしよし、俺のせいに呼んでるでしょ。ほんまに分からんやつやな、ほんとに。もううわお、違う。ええね、隣や。すいません、どんだけドット好きやねあんた。ほんでドット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 、すいません、これはシャンマシャン、はいはい、ドッミジュッ水玉模様です。水玉模様、いや水玉模様、分かってます。水玉模様ドットって言うでしょ。だって私は世界を水玉模様とし、ドットとは言いません。水玉模様こだわりを持ってやってらっしゃいます。あ、これはこれはもう失礼しました、すいません。お前、え、草間さん、この番組に出るっていうことをなんでね、こう選んでくださったんやろう思って。私もテレビに出たい、そして目立ちたい、そして皆様の記憶から消えたくない、そして世界に世界平和をもたらすため、そして水玉模様を広めるため、私もテレビに出たかった。何のために外したんですか。熱いメッセージの時外すんですね。眩しい、眩しい。ライトが眩しい。今日はハロウィンですか、これ。せーの、ハッピーハロウィン。合わせとったんかい、それだけ。何を合わせとんねん、外で。陽水さんと奥様さんは初ですか。いや、初めてですね。初めまして、陽水さん。私は昔から窓の外ではリンゴ売り、そして肩がない、歌詞がない、私をずっと一緒に歌っております。大好きな曲で、そしてずっとずっと支配平和を、この方も哲学的に生きてらっしゃる素敵な方。せーの、ハッピーハロウィン。何につながんねん、それ。ね、自由にやりすぎですよ。シャマシャン、はい、はい、怒らないで聞いてほしい。怒らないで聞いてほしい。大丈夫、もっともっと素直になって聞いてほしい。私たちの世界平和のこの声をお願いします。あの、お、以上です。でね、陽水さん、何ですか。あんた土足で上がんな、あんな。あら、あらちゃうね。部屋や、ここは。人様のうちに土足で上がる、それはつまり海外。海外の日本、あの、わか、まあ、アメリカですからね。草間さんもじゃあ、はい、私も、せっかくですから、草間さん、はい、一曲お願いしたらどうですか、陽水さんに。陽水さんに、お願いしたい曲を、私の大好きな。なんか好きな歌あります。はい。陽水さんの。大好きな私の曲、シャクラを歌っていただきます。シャクラ。あります、陽水さん、シャクラ。桜でしょうね。桜、弥生も、桜も。あれお願いします。はい。桜。弥生の、弥生。感動した。放送事故やんか、こんなもん。弥生も、私の歌、私の名前を入れてくださった。ありがとう。弥生さん、ありがとう。なるほど。草間、弥生の名前を入れてくれた。いろいろ曲をやってらっしゃる。いろんなメッセージがね、入ってらっしゃる。弥生さんの作ってらっしゃる曲は、私は、あ、今、ちょっとよくわからない。よく弥生さんの曲はわからないんだけども、その曲が好きやったから。あ、でも。シャマシャン、はい、怒らないで聞いてほしい。怒ってないです。この曲は好きです。メイキャップシャドウ。メイキャップシャドウ行きましょう。お願いします。陽水さん。初めての一番にぬ、一ビビぬ、いろんな。感動した。ありがとうございます。陽水さん。唇のメイキャップシャドウ。いや、もう今日もう十分。いや、もう十分すぎますね、もうこれは。もうまた、もうよかったらまた別の機会にね。みんなで、もうコロナ落ち着いたらお食事でもね。別の機会、そんなのはない。ない。そんなのは宇宙に存在しない。存在しない。次私が生きているか、死んでいるか、それは定かではない。定かではない。松本市に生まれ、そして私が日本画を専攻しておりました。シャンマシャン、はい、以上です。帰んな、あれもう。
どうもありがとうございました。ありがとうございました。11月3日文化の日午後8時より神奈月原口明政生誕記念トークライブを行います。ありがとうございます。いいおっさん好きなことを言わせていただきますということでね。はい、はい、ゲストをね招いて好きなことを喋っちゃおうということでございます。ゲスト誰誰。皆様の悪意に寄り添いたいミラクル光でございます。これ大変なことになりそうですよ。やばいぞこれ。やばいですよこれ。地下の酒蔵へようこそ。ミラクルイカルちゃんをお迎えして、ね、いろんなこと言いましょうよ、ね、テレビじゃ言えないこと、ね、あいつの悪口もやっちゃうよ。そうなるよ、そうなるよ。愛のある悪口よ、はい、ね、ぜひ皆さんお楽しみください。よろしくお願いします。優先定なんです。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。関連動画も出てますんで皆さんご覧になってくださいね。お願いします。最後は運試しのじゃんけんだ。いきましょう。僕はパーを出します。あとは何を出しますか。いきましょう。